みんな大好きテスト前のほのぼのの机紹介お部屋だよ。いや先生のなのないのと先生のギャーギャーこんにちはほのぼのでーということで本日は大人気企画テスト前なのにほのぼののお部屋紹介しちゃうよなんですけれども、いつもはマジで2日前とか3日前に綺麗にしてなんか撮ろうみたいな雰囲気醸し出してくるんですけれども、本日はえらい2週間前でございます。今撮影しているのはね、結構ホットな話題なので、ミルキーはヒカキンの味過去世紀もあるよ。ということでヒカキンさんチャンネル登録者数1000万人おめでとうございます。本当に強かったです。スライムコーラまみれで素敵でした。私も1000万人迎える時はあのような、形でお送りしたいと思います。楽しみにしててください。ブンブンということで紹介してきます。ブンブンブブブン。まずこちらベッドなんですけれども、注目はあちら。お姉さんこのガムテープ何？取れてきてすごくうざかったのでガムテープでガシガシに留めました。白いガムテープはなかったんでしょうか？ありましたけど、なんかガムテープっぽいのを出したかったんでガムテープにしました。これもまあお部屋のアレンジということで。これ何ですか？それはなんかパパがこれはちょっとダサいっていうことで綺麗にやってくれたんだけど結局取れちゃって、でそれのなんかつけてたやつ。はい、ありがとうございます。ご紹介しましょう。はい、ピッキュミンはみんなのピックミン、花ちゃんもおるよ富士急よ。この中で誰が好きなのって聞いてんの。花ちゃん、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 戻しておいてね、綺麗に。はい、カメラチェンジ。それではやってまいりました、ほのぼののお机。多分この場所になってから初めてじゃないかもね。だよね、初この場所のお部屋紹介ということで。この机は結構ね改造してて、はい、前までは板が上だったんですけど下にしたりいろいろ工夫しました。机はこんな感じになってます。ここにメガネ、なんか勉強するときにメガネかけてると優等生ぶってる感じですごいやる気出てます。フォルムから入るタイプね。そう。でこれ筆箱、最近買ったドンキのフロミちゃん。そうなんですよ。なんであのこれはなんとですね、皆さん大好き筆箱の中身紹介でね紹介しますので楽しみにしててください。女子っていう筆箱になりました。おなんかメガネ飛んできた。かけてメガネ。かけて映ってみーや。あれコナン君。てて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 てプション。そしてここ。ここは消毒液。あーすごいすごい。Wash your hands。 髪の毛のアホ毛、ゴシゴシウォッシュ、目痛くなるんで目薬と髪の毛のピン止め。ちょっとごめん背中が痛い。これの中には名刺カードが入ってます。へー、名刺カードぴったしだね。なんか数学の公式とか重要なところとかメモとか書くときに使います。でこれはあのミュウちゃんがやってて、あそれいいなと思ってインスパイアされました。ファイヤー。そしてここには白板テープとノート、まだ何も書いてない、一切勉強してないです、はい、あのワークはとりあえずほとんど終わらせられてるんだけどちゃんとした勉強はしてない。ドンペン、これね金ペンも取ったんだ。金ペンある。でこちらムーの、見てください金ペンです。光るんですよこれ。これ全部光るよ、これ全部光るよ。光ったか。そしてこちら一発で当てた爆豪華付きの、え何これフィギュア。え待って、もう一回見せて。いつやったのこんな。ドンキでやった。えガチャガチャこれ、すごいねこのガチャガチャ、すんげえアニオタじゃん。推しが目の前にいるとねやっぱやる気出るよね。ブルルルルル。上にはコンタクト接着剤。えかわいい、何この図工の接着剤。これ入ってんじゃない、ガチャガチャ。マジで接着剤が入ってたの？入ってないよ。何この、ここはカミソリいっぱいと爪切り。でも最近爪切り使わずにヤスリで削ったらすっごい綺麗に爪が伸びるようになりました。どういうことこれ、中に入ってた。あ、ちょっとこういうガチャガチャあげる。いいの、ありがとう。続いてこちらメイクのペン類ですね。してここにはアイプチとか、あまあピンセットとか、ね、この前さあのでもそれからも変えてよ結構。マジ？無印で買ってきたもの紹介の時に紹介した。してしてる。はい。ここはたくさんありますね。これは私がいつも使ってるチョーカーです。これが松のチフユです。チフユ感は少ない。
そこまで誰が好きなの？こっち何これ？通り部。通り部？東京リベンジャーズ。ああ、ここ全部ね。これやばくない？何これ？あれだよ、呪術廻戦。なんでこんなに持ってんの？同じの。ガチャガチャめっちゃやった。へえ、やば。ほとんど少なじゃん。は？虎杖悠仁ね。これも？虎杖。それ違う。それが少な。五条めぐみ。可愛いこのパンダ。はい。で隣はアニメイトで買ったやつ。スクナ好きなの？うん、スクナと五条。五条が出るまでやりました。やば。これガチャガチャ？うん。隣はゲーム。エイペックスですかこれは？違います。エイペックスは戦うゲームです。これはヘニョヘニョしたやつです。はい。下は箱根で買った雪男のアマビエ。アマビエ。で、ここに先のがあって、そう。タイマーがあって、15個いきますね。うわ。持ってようか。ここはなんかごちゃごちゃしてますね。ここ爆豪勝つ気がします。で、飯田天也。誰？何のアニメ？僕のヒーローアカデミア。はぁ。ここにはお財布とか、これいろいろ入ってんだよね。ウェットティッシュとティッシュとネイルとか、これほんと何でもやみたいな。ハードも入ってるし、イヤホンも入ってるし、ほんと何でも入ってます。何でもやゼニテンド。ゼニテンド私全部見ちゃったよ本当に。隣っていうか隣の空いてるスペースには私のスキンケア用品を見ております。何それ？ガチャガチャでやったやつ。ガチャガチャか。カミソリ、これ今使ってるやつ。ガードがないやつ。ガードがあるのとないのと何？ガードがあるのだと普通にケースだけで、ガードないやつだとなんか隠しても一緒に取ってくれる。へー、これ普通にダイソーで売ってた。2個ぐらい買ったよまた今度買い行く。ここにはまつげ美容液と口紅とアイプチ。あ、アイプチか。アイプチしてるんですよ。私最近アイプチしてるおかげで右目が二重になりました。へー、ありがとうございます。左目は一個になりません。ではこちら白潤使ってます。あ、最近買ったやつ。これちょっと試して全部使い切ろうと思います。じゃあ下に行きます。下はですね、メイク用品が入っております。これね、私最近鼻だけに使ってます。学校につけてっているスキンアクアと、これイニシフリー。イニシフリーも日焼け止め？そう、これも日焼け止めだよ。日焼け止めはいろんなの試した。でもやっぱり一番スキンアクアがいいけど、スキンアクアはウォータープルーフじゃないので、うんうん、ウォータープルーフがいいなって思った時はこのイニシフリーのやつ使ってます。そして、シカパックやってます。へえ。で、上にはネイルケアがたくさんあって、この前さ、これ20分で買ったもんね。ネイルカラーと、これね、ネイルオイル。これがトップコートのメイクね。これもネイルケアのやつになってます。で、口紅がここに何個あって、マック、中国のとイヴ・サンローランとモアート使ってます。こんな感じですね。なんかすっごいここ好き。はい、あとビューラー。ビューラー、ビューラーは資生堂の使ってます。はシューメン。そしてこれ、足の毛剃るやつと顔の毛とか剃るやつ、あの眉毛と眉毛の間。うん、イニスフリーの。イニスフリー新しくなったんだよね。そう、パウダーでね。このパウダーね、私もうなくなってきちゃってて。マジでもさ、固形じゃないよね。見てほら、固形のなくなってきちゃってるから、ちょっと明日行く予定があるので。固形じゃなくて、固形じゃない、固形じゃないのも買おうかなと思って。ああ、パウダーいいよ。うん、あのさ、私ね、一時期そのイニスフリーが高いって言ってベビーパウダーをイニスフリーに入れて使ってたんだけど、やっぱね、ベビーパウダーはベビーパウダー。あれ、ケツにつけるもんでしょ、だって。そうだよ。うちもさ、赤ちゃんのケツにつける。一回さ、夜なんかベビーパウダーなんかノリにつけたの、うん、すっごいカサカサで、なんかベビーパウダーはやっぱ赤ちゃんにしか合わないのかなって思った。あ、赤ちゃんのあのプルンプルンじゃないとダメらしい。そうだね、赤ちゃんギトギトじゃない、ちょっと。で、シザンヌの皮脂防止ケアのライトブルー G9 スキン、クリオのプロアルファ01番、一番上の段。ちなみにそこに置いてある部分は全部使ってるんですか？そうだね、全部じゃないけど、メイクってさ、日によって私変えるわけよ。あ、今ちょっと毎日メイク研究生みたいな感じだから。研究生、こんな感じですね。キャンメイク、キャンメイク。これ視聴者さんからもらったね、インテグレードのとロム&、あとチフレ、セザンヌ、セザンヌ、セザンヌ、エクセルとアイムミニ。
あやめ耳ね、視聴者さんからいただきました、ありがとうございます。めちゃくちゃ愛用してます今。してここにはイブサンローラン、これもあやめ耳から視聴者さんからいただきました、ありがとうございます。ただこれセザンヌの眉毛、眉毛描いてるの？描いてない、色薄くしてる。これセザンヌのシュガーリップクリアマスカラですね。化粧毎日変えるってことはさ、口紅とかも変えるの？いや口紅はそこまで変えないかもしれない、重ねるのは多いけど。あとこれマイメロディの保湿のリップ、スキスキプ。ここはラメですね、全部シピシピとかザセムとか、あー目のセム、そう、あとはシピシピと、これのんちゃんからもらったね、コロマンののんちゃんからもらったアイシャドウ、めちゃくちゃこれ色かわいいの、わかる？わかる、めっちゃ使ってる。あとこれセザンヌとモアートのチーク、結構コスメ多い方なのかもしれない、全然多い。私さ毎日メイクだからさ、基本的にブラウンメイクが好きなんで、ほのちゃんブラウンメイクもしたりすることがあるってことですか？そうなんだよね、うちねブラウンメイクもするし、ブラウンメイクの方が多分実際似合ってるんだね。そう、そう、でもそれ気づいてるんだけど、でもピンクも塗り方によっては可愛くなる、うん、一番下は結構幅取ってて、ピンク系メイクってさ割とさ人によったピンクにさするとさ、そう似合うもんだよね。アイシャドウとして私は使ってるんですけど、チークですね、のんちゃんから新大久保で昔買ってきてもらいました。ああ、私が友達と行ってチーズタッカルビに本当涙が出た日ですね。ペリペラのシャドウとマックのハイライト以上、ここマックのハイライト本当なくなんないね、なくなんない、本当に神。今思ったらさ、あなたさ、そこさ、救急じゃん、狭いじゃん、うん、大丈夫そうみたいな、好き、こういうところ。これ4コマメモ、メントス、カムカムレモン、三ツ矢サイダーと韓国のやつ、ブレスレットとか、なんか適当なものたくさん入れてます。でも結構ここは開けて使ったりしてます。この中は、まあ、需要ないね、いいよ。何入れてるの？メソデアンと入れないよ、頑張って。ちょっとこの引き出しを、あ、ギリギリ見て見て、どんだけ狭いところでやってんだよっていうね。これはね、ほとんど開けない。ここがペン類でしょ、クロミちゃんでしょ、これ2個か、じゃあ、ここが串、串は取り出せるようにしてる。あとハサミ、こんな感じだね。スタッフがうち多い、この中は。あとね、これね、見せたい、展示会っていうの、あれ私の個展でしょ。違うよ、ありがとう。僕の開くてみやの私の個展でしょ、で、ありがとう。爆豪くんそんな出なかったっていう話をしたい。こんぐらい爆豪くんぐらいで、雷電気お茶子ちゃんとかめっちゃいっぱいある。見せて1個、こんな感じね。何これ、めっちゃね買ったんだけど、でも全然出なかった。みなさん見てください、こちら。だから僕は大人になれない、ペイントくんの買いました。これはアマゾンでポチッとです。なんか友達はねアニメイトに行ってアニメイトで特典もらったらしいんだけど、私も特典欲しいなと思ったんだけど、近日だったんでパパに買ってもらいました。こちらですね、だから僕は大人になれないっていうペイントくんの本なんですけども、こちらですね、チーノくん、死神くん、ラッターくん、赤髪のともさんが書いております。ほのちゃんは YouTube、 私はね結構ミュージックビデオとか、最近は太田と上田にハマってるんですけれども。誰ですか？いや、あなたも知ってるはずなんですけれども、まあね、結構芸能人見ることが多いんですけど、ほのぼのは本当に YouTube を見始めた頃からマインクラフトやらなんやらを見てて、もうずーっとね、ペイントさん、日常組さん、赤髪のともさん、そうなの、もうねこれね、真面目に小学校いくつか覚えてないぐらいから日常組さん好き。ここの傷はね全部ね、これ出てきちゃったってことか。そう、いつも出てくるんだよね。はい、以上かな。いや、何やってんの、足にちくわが刺さっちゃった。あ、上紹介してない、上紹介しよう。なんで三角定規ここにくっつくのこれ。上なんもね置いてない。爆豪勝樹は4体います。でね、私この前なんかでアニメって言ったの、アニメって言った時に爆豪くんの新しい役下が2個出てたの。うわ、これ買うしかないでしょと思って、お金余ったら買おうと思ったんだけど、お金なくって、ちょっとお金貯めるんで買いたい、早く役下を、いずれ。ちょっとすごい近い。私ここに今漫画を全部貯めてるんですよ。今日通り部の24が出たんで、ちょっと明日買いに行くんですけど、これね、よりくんがもらったの。なんか好きでしょみたいな、あ、好き好きって言ったら彼氏からあげるみたいです。これは普通に買った。これヒロアカの一番でかいアクスタの後ろについてたやつ、もともとここにアクスタとか全部飾ってたんだけど、うん、ここよりも違うところに置きたいなと思って、ここも全然紹介して大丈夫。ここはね、いろいろある。この頭のトゲクソいて、いいよね、わかる。え、ちょ、一回踏んじゃってさ、しっかり痛くてさ、痛い痛い。下はメゾンドフルール、メゾンドフルール、パンパン、パンパン、こやつ。ここから下はちょっと NG なんですけども、うん、これ
バレンシアガの中にポーチがたくさん入ってます。この中からよく誰がバレンシアガ買ったんですか。ママ。うん、そうですよね。で、これが MCM になっておりますね。ただいま画面に誰も映ってない状況でございます。よっしゃ、はい、戻ります。カメラ展示。足がふわになっちゃった。ペイント君の話をするんですけど、一番最初に見た動画とか覚えてる？一番最初に見た動画、ちょっと待ってね、出す。じゃあ私の好きな本を紹介するね。私が好きな本は銀座です。今月号はまだ書いてないんですけど、先月号も可愛いです。本日はほのぼのの机紹介をいたしました。いつか、ちょっと待って待って、これすっごい明確にしたい。ちゃんと大丈夫です。よくない、大丈夫です。ということで、また今度机紹介してほしいよと思ったヒートグッドボタン、チャンネル登録をいたします。赤目のトモさんがもともとすごい大好きでずっと見てたんですよ。私、赤目のトモさんは料理作ってるの見たことある。あ、めっちゃいろいろチャンネル持ってもね、豆腐ダンジョンから知ってるから。でも6年前だよ。え、そんなに。私もジャニーズをして6年目だよってヒート、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ということで、皆さんもね、テスト2週間前ならまだ机の整理して大丈夫なんでしてください。受験2週間前とかやめてくださいね。それではまた次回の生でお会いしましょう。バイバイ、バイちゃん。